はい、吉備錦鯉さんの人気の五色三家です。五色三家2歳オスでサイズが37センチ、こちらも実は国際幼魚品評会36センチを見とですね、品評会仕上げ池で飼育していただく鯉です。まあ見ていただいた通りの品評会模様でいいと思います。4段模様で、なんですけども、まあその頃から紅は綺麗、五色の色は綺麗で、まあでも五色三家なので墨が欲しいなと思ってたんですけど、なかなか出ずですね、こちらも品評会デビューすることはなかったんですけども、今となって五色三家らしくてちゃんと墨が、三家の墨が出てきましたね。わかりますかね、この顔、こっちもこのように墨が出てきて、ここも出てきました。こういう感じで墨なんですよね。ここも三家の墨、正面五色として見てみていただいてもすごいピカピカの紅で体型もよくですね、まあやっと綺麗になってきたかなというような感じです。非常に五色三家って結構難しくですね、墨がブチブチっと出すぎたりとか、今度五色の感じでですね、五色の紅がですね、汚してしまったりするのがいるんですけども、やっぱりこれぐらいになってくった方がいいのかなと思います。あとは墨が5、6個の墨がですね、三家同様決まっていただければかなりのすごい鯉になるのかなと思います。体型、そして紅質、五色として見ていただく、この墨なくて見ていただいた時の五色の感じもですね、いいものを持っておりますのでね、ぜひ楽しみな一匹だと思います。現在37センチ、まあ、36センチ用に飼ったんですけどね、仕上がりできずデビューしませんでした。しっかり飼っていただいて、秋の、品評会に使ってみてください。よろしくお願いいたします。